思ったより寒い。これお前が T シャツで大丈夫だって言うから来たのに。お前の車にあったこれなかったら危なかったよ。うん、あ、とにかくね。やってみましょう。うん、はい、今日は復活したホンデを満喫したいと思います。いや、すごい。あの、まあ、リーファミといえばね、マッチブ。ふいや、いいね。ドライブ、イエスドライブ。家具が一応ね、あの5月から解放されまして、本当にもう24時間元の状態に戻ったのが2年ぶりぐらいなんで。そう、いや、てか人すごっ。すごいでしょ。っていうかね、うちほぼ毎週ホンダに来てたんだけど、らしいね、これより倍おる。多分遅い時間とかいるんじゃない、うん、最近さ、マッチングアウトとかロケ行ってもスカスカだったじゃん。そう、だからどっか元気がない韓国っていう感じだったんですけども、今回やっと。そうなんですよ、ホンダ外国人も多いし、イエーイ。ね、オンパちょっと声かけないで。なんで恥ずかしい、横にいるうちが。あ、お前さ、まだそんなに恥ずかしがってんの。うん、当たり前じゃん。大丈夫だから、俺今日全員と友達になるから。あ、そうなの。それぐらいの意気込みで。しかも俺らの町村といえばさ、ホンダって定番じゃん。そうなんだよね、昔ね、ドーベルマンの家なんだって聞いて。足細。これ衛兵リサーチなんだけど、うん、ホンダにいる外国人って韓国でモデルの仕事してたり、あ、まあ確かに事務所に入ってる人がいるから、うん、みんなスタイルいいんだよ。それでうちも今日ね、夜のホンダ撮るって言ってバッチリ決めてきたんですよ。クラブスタイルだね、うん、なんかね、うん、こういうキャラを見るのがそもそも久しぶりに見る。女の子たち見るんじゃねえよ。じゃあ今日は、うん、とりあえず、まあ、今こんな感じだよっていうのをちょっとお見せするのと、うん、適当に楽しんでいきましょう、うん、それでは行ってみよう。ジャッです。さあ行くぞ。ほらほら、お前も調子乗ってんじゃん。俺さ、うん、この道さ、好きで、昔こちゃんでここで踊ってたの。なんか、昼間は駅側のイメージなんだけど、夜はこっちなんか飲み屋とかクラブが多いみたいだね。ちょっとぐるっと一周回ってみようか。いやいや、サロ、イケメンも多いぞ。ああ、出た。うわ、みんなもね、めっちゃ出してるね。多分サロ、プライベートではもうちょい出してんでしょ、お前。うん、うちめっちゃ出してるよ。ボンドギョブの外人を。お前それ動画だからオンマが見るかなと思って結構抑えてるだろ。この服装も今怒られてきたから。え、待って、友達こんな子いた。うん、ちょうどチャドがあるからね。勇気に拍手。気前いいね。イエス、イエス。イエーイ、イエーイ。よっちょー、ごくみょー、ほんちんぽちゃこりばな。그러네。しかもむっちゃここが一番人多いんちゃう。うん。おっぱ、저기봐、사람짱많아。うわ。여기는개발라。ここはね、朝方になるとマジタクシー捕まんないから。みんなここコールタクシー待ってんだよね。こういうお店は、だいたい、まあ、出会いを目的としたポチャです。そうそう、わー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 、怖いね。でも大丈夫だよ、あの韓国こういう繁華街、こういうカメラ持ってさ、千番損してるさ、DJ 多いじゃん。うん、よぎいるんもよくら。俺グリーンライトやったね。あ、いや、グリーンライトに行ってた。お、グリーンライトオフソじゃんね。あ、よぎグリーンライトやったね。最近もう変わりすぎて、立ち並みとかお店がわかんねえわ。あれ、もやあれ、あの参考にこっちゃ、あれ、あれ、あれ、なに、あれ、待て、あ、メイデー、あ、メイデー。ねえ、それぐらいは読んでよ。そのままなの、ひなりなしのメイデー。うん、え、待てって昔からあった。待てじゃない、メイデー。あった、めっちゃ昔からあった。ちょっと怖っ、あの金髪の人は怖っ。みんな BB クリーム塗ってんな。感想が。ほんま、ここサンゴリポッチャ、はいはいはい、阪神ポッチャ系列。ここホンティンポッチャじゃないのにめっちゃホンティン多いところ。これはね、阪神ポッチャ系列って言って、昔から、うん、カンナムの方でもノニョンドンでも阪神ポッチャってあるじゃん、うん、阪神ポッチャも普通の居酒屋のはずなの、うん、でもホンティン目的ね。おー、わわわ、まだピザも多いね。こんな花が似合う。
これでも勘違いじゃないでね、うん、なんか女の子っていう感じじゃなくて友達が欲しいだけだった。全然目合わない。え、それ待ち。Purple Maldi. Good. Yeah. 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 안녕하세요. Singapore. I'm from Singapore. 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 Instagram or YouTube? YouTube. YouTube. Singapore. Yeah. In Korea. Oh, hello. Super. Yeah. Enjoy Korea. Enjoy Korea. Very much. Korea is a great place to be. I'm visiting on holiday. Thank you. Please, please. He's very cruel. Remember this. He's very cruel and unkind. She's very nice. Thank you. Come to Singapore. Have a nice zoo. Okay. The food is very nice. And the clubs are good also, but that's all. Small country, but clubs are nice. Food is good. Zoo is also good. Come to Singapore. Yeah. It's a nice country. Bye-bye. 감사합니다. めっちゃノリいいじゃん。しかもめっちゃシンガポールの宣伝するじゃん。てかオッパもさ、マジで路上ライブしようかな。いつさらげと記憶祝福まくぼこしたあうまいわ。かぶせるスタイルだから。茶色だった。うん、チョコの文字あ、オーラ。昔からあるやつじゃん。今買ったんだ。え、ガチじゃん。やめせよ。やばいやばいやばい。え、めっちゃ元気。やばいやば。めっちゃ元気めっちゃ元気。ま、これじゃ。やったわ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。日本に帰る前に会えてよかった。え、帰るの？いや、帰るじゃないですか。俺は帰るけど。そうそうそう、やばい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 。やばい。お前久々に出てる、久々に出てる。え、てかさ、本で楽しくない？今やばくない？めっちゃ盛り上がってるんだよ。分かんない。サラヒ言うでしょ。サラヒ。お前久々に出たんじゃねえか。久々に出たんじゃなくて。写真撮って。あ、撮る撮る、俺撮る俺撮る。気をつけてね。楽しんでね。すごっ。すごいね。ていうかテンション追いつけなかった。わあ、うちすんごい人見知りだ。申し訳ない。人見知りすぎだろ。オッパが好きな服屋さんじゃない？やめて、好きな服屋っていうのやめて。好きとかじゃない。ここは本当プチプラとして便利なお店。あ、いつもここで服買ってるみたいじゃん。別にいいけどね。でさ、オッパさ。最近思うんだけど、聞かれる質問ランキング1位か2位争うぐらいのやつがあって、付き合うなら日本人と韓国人どっちがいいですかみたいな。おお、グロンかブロバ。でもそれってさ、人にもよるじゃん。うん、俺逆に、うん、俺日韓じゃねえって思ってた。おっぱいぐらいになってくると、うん、逆に一周回って違う国の人行ってみようかなっていう。あ、うん、聞いてる聞いてる。もう、あ、いいね。なんか歌ってながら街並みいいわね。クリゴあれ結構やるの勇気あるな。自分の夢のためにやってるっていうのがなんか涙出るよね。勇気はそう。お前だから勇気いらないだけで、自分の夢に一歩進むみたいな感じ、なんか感動受けるんだよね、アイドル見たら。そっちだ。ポッパはやっぱ誰か思って歌ってんのかなっていう背景が好き。でこっち側も、まあ、昼間ほどではないですけど、こっち側も健在ですと。あっちは昼間とか人多いじゃん。うん、多い。あ、パープルマルディ。パープルマルディって何なの？紫のマルディ知ってるって。なんか、うん、ノリのいい曲聴くと、うん、なんか走り方こうならない。わかる。わかるでしょ。はい、ここは A テンション。あ、おテンションプリーズ。おテンション。
やっぱここはガラヒョンと一回行ったことあるな。外国人が多かったイメージ。あー、本で意外と外国人多いかも。やばい。パーコールレマーフィーこんなとこにパンチングマシーンあるんだ。さオッパーは弱いじゃん。あんなとこだよ。ビキリじゃん、みんなに見てっていうやつだ。ここは普通のバーかな。ちょっとここからはですね、アンダーグラウンドな感じの。もし日本に遊びに来た時に、ホームレスした時はこういう道は一人で通らないでください。やっぱ一人で通ってたら泣いちゃうわ、ここ。泣いてるぞ。はーい。いやいや、バトルマルティ。俺に言ってた、俺に言ってた。はい。本当？うん、分かった。それ、あれやっぱ外国人みたいにさ、人見知りでしょ？でもフレンドみたいな。うん。いいんだよ、もう。いいよ、そんな。フレンドいっぱいいるから。やっぱアジア人はちっちゃいことに気にしすぎだからね。そうじゃなくて、うん、固まるの、体が。そういう現象ね。うん。なんか話そうと思っても頭真っ白になって家帰ろうってなるの。どうしてだろうね、それ。どこお前今までクラブで DJ できたの。だからうちクラブでクールに見えたんだけど、うん、緊張してただけだけ。緊張してだけ。よしよし、俺、うちらはオマも心配するし、そろそろ帰りますか。何もやってない。わあ、おっぱ、うん、この髪型にしてからさ、ちょっと若く見られんのか、うん、なんか遠隔されたんだけど。うれしいんだ。嘘。なんか入れそうなのがなかったんだよ。ビールで軽くね。うん。コンテでチンタ。チンチン。猫とちょっと倒せ。お嬢さんやってたでしょ。アイスクリーム。いいよ、これ半分食べてあげるわ。いやいや、いらない、いらない。いらない、絶対食べない。おっぱ、ヒゲや。そのために生まれてきたヒゲ。普通に食べてます。これちょっとスクリューバーってこうやってあるんですよ。いやいや、口の中でスクリューするんだよ。お願いお願いお願い、普通に生きて。じゃあもう。いやいや、下の方まで。いや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 、でもさ、うん、今日のってさ、うん、いつも比べたらおとなしかったでしょ。そう、そう、それ、そういうことじゃなくて、なんかね、やっぱこういうの見てるだけでお腹いっぱい。ジンタじゃん。やっぱなんか約束とかなくても、うん、クラブで一人行って、うん、忙しいぶるから。どうやって。でもたまにクラブ一人で来る人いるんだよね。全然いると思う。音楽を楽しむ人もいるじゃん。でもみんながみんなそういう卑猥な理由じゃないじゃん。うん、でもうちは働いてみた結果、98% そういう理由だと。だから男の俺はクラブに音楽聴きに行くだけだからっていうのは 98% 嘘ってことを働いて分かった。俺も言ってて思ったもん。ねつねつ。うわ、歯が。無理。痛い。痛くないの？うん。俺、ちぎれるタイミング焦るんだよ。ちぎれるタイミングで、うん、えへって言うから。もうあそこのお店はドンキーホーテだ。昔六本木アクションしてるお店。そんなお店あるんだ、たまに。なんか日本のことにわかな人が、うん、とりあえず日本語の名前つけた居酒屋である。だって韓国で一番大きい日本の居酒屋のチェーン店勝負だよ。うん、いや、韓国にありそうな日本居酒屋の名前。うん、本当や。なぬ刺激。ありそうで。ありそうで。アニメはむしろ普通に友達みたいな。ああ、友達多い。うん、にわやか。ちょっと間違えてるやつね。ありそう。にぎやかなのに。稼いだお金がない、積み上げるお金がない。